リガ市電はラトビアの首都リガを走る路面電車。リガの旧市街や新市街に大規模な路線網を有し、2020年現在、リガの公共交通機関を管理するリガ市交通局によって運営されている。リガ市電のルーツは1882年に3つの系統で営業運転を開始したバッシャ鉄道である。この路線は 実業家の EL デュポンによって設立された市営企業によって運営され、延伸を重ねたことで1888年には、リガ市内に5つの系統の馬車鉄道が運行することとなった。これらの路線を電化する計画が動き出したのは1900年で、当時馬車鉄道を運営していた、合紙会社とリガ市の行政委員会との間に、電化設備の建設や運営に関する契約が交わされた。 そして、翌1901年から7つの系統で、路面電車の営業運転が始まり、従来使用されていた馬車鉄道の客車は電車に牽引される付随車に改造された。その以降も、路線の延伸は続き、第一次世界大戦中の1915年からは一時的に全系統の運行が停止したが、1920年には営業運転を再開している。 当時の私電の運営は、バ車鉄道から引き続き合資会社によって行われて、いたが、電化建設時の契約期限に伴い、1931年をもって市電を含めた公共交通機関は、リガ市が管理する公営路線となった。リ賀市の中に、これらの交通機関を運営する輸送局が設立されたのは1934年のことである。 第二次世界大戦の被害からの復興を経たリガ市電には地元の鉄道車両メーカーであるリガ車両製作工場製の路面電車車両が導入されるようになり1962年から車掌の乗務を廃止し乗客自身が生産や国印を行う信用乗車方式が導入された一方1950年代以降は 路線バスやトロリーバス網の延伸に伴い路線の再編が進み、1965年には一部路線の廃止も行われたが、1980年代以降は新たな路線の開通も実施されている。また車両についても、1974年以降は、チェコスロバキアのタトラ国営会社、スミーホフ工場製の電車が多数導入されるようになった。 1991年のラトビアの独立が正式に回復した後、リガシ電では既存の車両の機器を更新するプロジェクトが実施され、1998年から2002年まで長期間にわたって改造工事が行われた。その後、2000年代以降は本格的な路線の近代化が実施されており、超低床電車の継続的な導入に加えて、 路面電車の線路の更新が進んでいる。路面電車を含めた公共交通機関の利用客は増加傾向にあり、2019年度の利賀市電の利用客数は246万7388人を記録している。3番車庫・5番車庫2020年現在、利賀市電では以下の8つの系統が運行しており、市内中心部から放射状に伸びる路線網を有する。 11系統を除く、全系統が経由する、環状線のセントラルキルゴス電停、13、ジャニュバラジェラ電停など、一部の電停には一方向の列車のみ停車するため注意を要する。リガ市電をはじめとするリガ市交通局の公共交通機関では、運賃の支払いに、イータリンズと呼ばれる電子チケットが用いられている。各地に設置されている。 券売機やキオスクから購入することができ、乗車時や降車時には扉付近に設置されているカードリーダーへ接触させる必要がある。初乗り運賃となる1回乗車分の運賃は1.15ユーロ、1時間分の運賃は2.3ユーロで、自転車や手荷物は無料で乗せることができるが、ペットはカゴに入れた状態のみ無料であり、 紐につなげた状態で乗車する場合には1.5ユーロが加算される。2020年の時点でリガ市電に在籍する路面電車車両は以下の通りである。終電装置はシングルアーム式パンタグラフを採用した超低昇電車の 15T を除いて前形式ともポールを用いる。タトラ T3A かつてチェコスロバキアのプラハに存在したタトラ国営会社。 スミーホフ工場で東側諸国へ向けて1万両以上の大量生産が実施された路面電車車両。リガ市電にはソビエト連邦仕様の T3SU が1974年から1987年にかけて243両が導入された。1998年以降は制御装置の交換や改正ブレーキの搭載などの機器更新や 車体修繕が2002年まで長期間実施され、対象となった計1 9 1両は、形式名が T3A に改められた。2020年現在リガ市電に在籍するのは、この T3A であり、市電の各系統で運用されている、一方、超低小電車導入により、置き換えが進んでおり、一部は、ドネツクや、ハルキウなど、他国の都市へ、譲渡されている。 タトラ T3M サイリスタ直波制御装置や直線を多様した車体デザインなどの新たな要素を多数導入した T3 の後継車両として開発された形式。製造メーカーの KD タトラによる正式名称は T6 バイト 5SU だがソビエト連邦及び崩壊後の各国では T3M という形式名で呼ばれている。 東電には1988年から1990年にかけて62両が導入され、それまで使用されていた旧型車両を置き換えた。2両編成での運用を前提としているため、後方に連結される車両は、運転台の設備の多くが撤去され、車庫などを限られた区間でのみ単独での走行が可能となっている。また2005年から2007年にかけては30両を、 対象に改正ブレーキの搭載をはじめとした更新工事が実施され、形式名も T3MR に変更されている。15T チェコのシュコダトランスポーテーション製の超低小電車。リガ市電の近代化計画に合わせて、ラトビアの独立回復5発の新型車両として導入され、2010年に3車体連接車が、2012年に4車体連接車が、 営業運転を開始した。主に線路や河川、電停などの近代化を実施した系統で使用されている。レトロトラムリガシデ電が開業100周年を迎えた1982年に製造されたレトロ町の電車。1909年から1910年にかけて導入された二軸車の図面や写真をもとに作られ、5月から10月の週末や祝日にレトロトラムとして 保存運転を行っている。定員は28人で、料金は2ユーロ、7歳以下の子供は無料となっている。リガ交通局の公式ページ、2020年3月6日閲覧。ありがとうございます。